もっぺんチャンスください。え、もっぺん、だったら誠意見せろお前。なるほど、誠意ってなんすか。君に考えるんだ。ちゃうねん。いや、やっぱどんだけ考えても、もう俺の家なんか誰も見たないんすよ。うるせえな、誠意見せろっつってんじゃん。チャンスは欲しけな、誠意見せろお前。あわん、おじろうさん、魚拓さん、ほんまに。あ、ここでありますよ、ほんまに。ほんまに、もっぺんチャンスください。もっぺん聞こえねえな。もっぺんチャンスください。卑猥すぎるわ。俺関係ないやん。いや、でも勝負やった後にそれ言い出したら終わりやん。いや、分かってる、終わってんねん、俺人として。あ、俺認める、俺ほんまクズ人間。マジで。じゃあ、あ、だだ、次の、はい、ART のレンチャースで決める。レンチャース、次引いた ART のレンチャースで、少ない人がアウトですよね。じゃあ、並んだらどうします。並んだらどうします。同点の場合はお前だよ。いや、ちょっと待って、一回負けてるから。負けてんだから、ちょっと待ってください。チャンスやってんだよ。チャンスやってんだよ。ちょっと待って、俺は折れへん今回は。でも得失点差があるから。じゃあ聞け。なんで切れんねん。たまには俺の話を聞け。そうじゃなくて、俺は一回二人が言ってきた押し相撲勝ったやん。それは俺アドバンテージね、わかりますか、バーベキューの時に。でも俺は一回認めてあかんかった、それで総裁やから。一緒やったらじゃんけん、じゃんけん。あ、いいんじゃないですか。いいよいいよ。いや、でも言われて納得したよ。納得はしてまだ納得してない。譲歩してんだよ。譲歩してんだよ。そろそろだって一回負けてんねんから。お前困ったね。本来やったらここで終わりやぞ。違う、違います。じゃあこいつは今、俺も付き合い3年目っすわ、納得した目になりよったんだ。俺の言葉に理論があった、納得したんすよ。だけど今ついてきた。なんだ、チャンスやるよ。